私のデイリースターニュースへの芸能界でイベントはあると、チャって、ルジョーようこそ。なえなの、初写真集で、初水着や初下着に挑戦、布薄。って思います、しょう。Z 世代に絶大な人気を誇るタレントで、インフルエンサーのなえなのが、10日、都内でファースト写真集、ナイトなえなの、講談社館、の発売記念イベントを開催。イベント前に囲み、取材に応じた。本名はなえ、なころも、みんなの前ではなえなの。SNS で見せてくれるおしゃれで可愛い、いつもの、なえなの、ふとした瞬間に垣間見える、まだみんなに見せたことのない新しい、なえ。その両方の魅力を詰め込んだのでタイトルは、なえとなえなの。リアルとネットを自由に行き交う新世代の女の子、21歳の素顔を切り取っている写真集となっている。初めての写真集を手にしたなえなのは、もともと写真集が出したかったので、やっと実物になって届いてすごく嬉しいです。色味も写真も、カメラマンの細井さんが素敵に撮ってくださっていて、いいものになったんじゃないかなと思っています。と、満足げな表情を浮かべ、初水着や初下着にも挑戦しているが、普段着だとオーバーサイズの服が大好きで、ピチッとした服も着ない中での下着水着だったので、生まれて初めて人前で着たし、ビキニ自体は生まれて初めて着たので、ちょっと緊張はあったんですけど、21歳になったし、大人になった自分を見てもらえたらいいなというのと、自分が体にコンプレックスが多かったので、同じ悩みを抱えている子が自分もビキニを着てみようかなとか、そういう考えになってくれたら嬉しいなと思ってチャレンジしました、と胸の内を明かした。改めて自身の下着姿や水着姿を見ての感想を求められるとめっちゃ見慣れないですね。布薄って思います。笑い、と笑い、本当にブカブカの服しか着ないし、夏でも長袖で過ごすくらいなので、長い間応援してくれているファンの皆さんもそうだし、友達でさえも見たことのない姿なので、自分も見慣れずって感じです、と吐露した。お気に入りには横顔を捉えた水着姿のカットを上げ、写真の雰囲気的にも好きだし、顔が漏れたのもあるんですけど、衣装も表紙みたいにビキニって感じでもなく、ちょっとフリルがついていて可愛らしい感じが自分っぽいのかなと思ったのがポイントです、と紹介し、唇も好きなようで、あまり自分の顔のパーツでめっちゃ好きみたいなものはないんですけど、強いて言ったら口が好きで逆光なので、口が立体感が出ていていいなと思いましたと、笑顔を見せた。撮影は昨年12月に山梨で行ったそうで、寒かったです。表紙のカットは温水プールだったんですけど、出てからがすごく寒くてしんどかったです。笑い、特徴し、撮影での思い出を聞かれると、2日目の夜ご飯を撮影現場近くのレストランみたいなところで食べたんですけど、生まれて初めてガーリックライスを食べて、ガーリックライスってこんなに美味しいんだって知って、それからガーリックライスにドハマりして、東京でもめっちゃ食べています。と、興奮気味に語ったが、撮影期間中、下着水着だとお腹が出ちゃうので我慢しないといけなかったんですけど、ガーリックライスをもりもり食べてしまいました、と反省していた。撮影にあたって、体作りなどはしたか尋ねられると、継続的にジムに通ったり、1年間通してストイックにやるということが苦手だったので、撮影が始まる2から3週間前くらいの直近だけストイックにやろうって決めて、食事制限だったり、YouTube のダイエット動画を見たりして、お腹が出やすいので、腹筋メインのストレッチの動画を見ながら家でやっていました、と明かした。さらに、同写真集を見た家族の反響を聞かれたなえなのは、ネットで買ってくれていて、両親は、大人っぽくなったね、とか、綺麗になったね、って言ってくれた。私は、世界はじめおじいちゃんが大好きで、両親がおじいちゃんにも届けてくれたんですけど、そうしたら、これはいくらするんだ、司会はなかったらしくて、気まずかったって言われて、おじいちゃんがこれを見たらそうだろうなって、不思議な気持ちになりました、と吐露し、おじいちゃんへ一言も止められると、あんなにちっちゃかった苗が、こんなに大きくなりました。どうか気まずくならず、最後まで目を通してください、笑い、と照れながらメッセージを送った。なお、インフルエンサーとしての活躍以外に、
女優やタレント、モデルやお天気キャスターなどマルチに活躍中のナエなのだが、自身の肩書きは何なのか追求されると、マネージャーさんと相談したんですけど、タレントとインフルエンサーです、と答え、一つにまとめるのは無理だねってなって、客観的に見たらどうかわからないですけど、私はテレビのお仕事もそうですが、SNS はずっと頑張りたいと思っていて、インフルエンサーを辞める気はないので、タレントとインフルエンサーを両立したいなと思っています、とコメント。女優業については、お芝居は難しいんですよね。私、うまくならなくて。去年に挑戦し始めて、新しいことに挑戦することは大切なことだなと思いますし、現場はものすごく楽しいんですよ。だからめっちゃ好きまで離れていないので、もうちょっと成長しながらお芝居も好きになっていけたらなと思って頑張っています。と意欲を見せたナエなの。新たにやってみたいことを追求されると、マルチにやっていきたいと思っていて、今まで存在しなかったくらい、いろんなことをやる人になりたいと思っています。と言い、デザイン系の高校に通っていたそうで、イラストレーターで絵を描いたり、デッサンをしたりして美術系が好きだったのと、音楽もピアノをやっていたりして、今も聴くのが好きなので、そういうアーティスティックな部分で新しいことをやっていきたいなと思っています。と目を輝かせた。加えて、歌を歌う可能性を聞かれると、なきにしもあらず、歌が得意なわけではなくて、どちらかというと作ったりしたいなと思っています。でも歌えたら歌いたいです、と語った。